こんばんは、サブイボラジオです。今日はですね、1994年平成6年に起こった大阪愛知岐阜連続殺人事件という事件についてお話しします。この事件はですね、当時18歳から19歳の少年3人が中心になって、大阪愛知岐阜で計4人の、少年とか男性をですね、リンチして殺してしまったと、いう事件です。で、事件の、ポイントとしてはですね、いわゆる凶悪な少年犯罪だったということです。この3人はですね、知り合って間もなかったんです。それぞれ、大阪出身で、大阪の市内出身とか松原市出身とか、あとは、愛知のですね、一宮市出身の少年が、たまたま大阪で出会って知り合って、一人が暴力団の、射程みたいなことやってたんで、みんなが暴力団になりました。でカツアゲを繰り返していました。でその金で遊んでました。それがどんどん凶悪化していきました。それで、最初の事件、リンチ殺人事件が起こりました。で、それが警察に、ちょっと嗅ぎつけられるようなことになって、愛知、岐阜と、逃げながらもそこでさらなるリンチ殺人事件を起こしていったという、この少年たちがですね、知り合って、互いにですね、張り合うような形もあったりとか、無軌道に、とにかくこう遊ぶ金欲しさにですね、被害者たちを襲ってですね、でリンチを加えて、殺していったと、いう事件です。でなかなかこう納得のいきにくい話でもあるんですけれども、この3人、以外にもですね、合計10人ぐらい、この犯罪に関わった、人間はいるんですけれども、特にこの3人が中心となってやっていて、この3人が比較的、荒れた家庭環境の中で育ったというようなことで、少年犯罪の温床はですね、やはり貧困であるとか家庭環境であるとか、そんなことが議論されたきっかけになった事件です。で、もう一個のポイントはですね、凄惨なリンチが加えられた被害者に対して、パイプみたいなもんで殴るとかですね、で体に、オイルをかけて火をつけるとか、シンナーをかけて火をつけるとか、ナイフで頭を突き刺してそこに醤油をかけるとかですね、かなりひどいリンチが行われて、最終的に命まで奪われたと。でまたですね、ちょっとポイントとしては、これ事件そのものではないんですけども、事件に関連してですね、この3人は最終的には死刑が確定しまして、現在も大阪拘置所と、名古屋の拘置所に収監されてるんですけれども、その収監されてる、このいわゆる死刑囚ですねを、マスコミがですね、面会した時に写真を隠し撮りしてですね、それを週刊誌で、フライデーで、報じたと、いうようなことが、問題になったりもしています。ではまずですね、この事件のこの3人の主犯格を中心に、どういう少年たちが起こした事件なのかというのと、実際の事件がどのようにして起こったのかと、いう話をしていきます。3人いるんですけれども、いわゆるリーダー格と言われているのは小林正人という当時19歳の少年でした。で、ちょっとだけ実名を言う理由みたいなところなんですけど、その少年法でですね、少年の犯罪は実名は報じないということなんですけれども、死刑が確定するとですね、簡単に言ったらもう更生の余地がないので、実名報道をするというようなことを、この事件では多くのマスコミがそういうふうになりました。少年法で実名が出されずですね、更生の妨げにならないようにっていうのは、あくまで少年たちが、少年院とかそういうとこ行ってですね、で更生して社会に復帰する時の、邪魔にならないようにということなんで、
残酷な話なんですけれども、死刑が確定したらもう更生の余地はないので実名で報道すると、まあ、そういう論理なんですね。はい、ちょっと脇道にそれてしまいました、この3人のうちのリーダー格、小林雅人19歳、愛知県の一宮市で生まれました。お母さんが、この小林を産んですぐ亡くなりまして、お父さんは自分の弟夫婦にこの小林を預けます。ですがこの預けられた弟さんですね、もう、事業をやってたんですけど破産しましてですね、でまたこの家がですね、他の兄弟も何人か暴力団になってる、ま、みたいなところで、ま、結構こうちっちゃい時から窃盗とかを繰り返してですね、で教護院っていうところとか、まあ、少年院とか、まあ、そういうのに行き来すると、で、暴力団事務所にも出入りすると、まあ、いうような少年時代を送って、19歳になって1994年これ事件のあった年ですね、まあ、この辺りでですね、もう、愛知県の方でまあ、カツアゲとか、まあ、そんなんをやって、まあ、遊ぶ金を作ってですね、それで遊んでシンナー買ってみんなで吸ったりして、まあ、そんな暮らしをずっと続けてたんですけども、この愛知県で起こした事件がですね、まあ、一個ひどいのをやってしまいまして、まあ、要はほんまにもう、リンチに近いようなことをやりましてですね、これがまあ愛知県警がまあ強盗傷害であるということで捜査を始めたので、まあ、警察から逃げるために愛知県の一宮の方から大阪に逃げてやってきました。で小林は他の2人と出会うことになります。で他の2人のうちの1人が小森敦です。当時19歳でした。でリーダー格は小林だったんですけども、3人は最終的に暴力団員になるんですね。暴力団の射程になるんですけども、この暴力団の中での一番格上兄貴分が小森でした。で小森はですね、大阪の松原で生まれまして、今45、6ぐらいですかね。で当時19歳、結構家は裕福やったということで、3人兄弟の一番末っ子です。かなり甘やかされて育ちました。で、中学校ですね、この頃まあなんか僕も関西出身なんでなんとなく知ってるんですけど、まあどこも中学荒れてましたね。で中学入った頃に、まあ、シンナー吸ったりとかですね、原付き盗んだりとか、結構当時の、不良、大阪の不良はもうみんなデフォルトでやってたようなイメージなんですけども、まあその 例外にはならずですね、例に漏れず、まあ、シンナー吸ったり原付き盗んだりとか、まあ、そんなことをしてました。で工業高校に入って途中で中退して、まあ、飲食店とか、まあ、自動車整備工場とか、まあ、いろんなところで働くんですけれども、付き合ってた彼女さんの影響で暴力団員と知り合って、その射程になります。でこれはまあ山口組系ということなんですけども、で、この暴力団の射程となって、まあ、ホストなんかしながら働いたりしてる時に、先ほど言ってた小林と、まあ、知り合うことになります。でもう一人です。もう一人は当時18歳の羽賀正義という男です。現在現在45ぐらいですかね。で、西成の出身です。一番家庭環境が悪かったんじゃないですかね。お父さんが暴力団員で、兄弟7人ぐらいいるんですけど、ほとんどネグレクトっぽい感じです。で一時期は少年野球やっててですね、後輩がプロ野球選手になって結構活躍した選手が出るみたいな、まあ、そんな時期もあったんですけれども、小学校6年ぐらいでシンナー吸い始めて、まあ、グレて、まあ、ここからは、まあ、原付き盗んだりとかカツアゲ窃盗、まあ、みたいなことです。で中学途中で行かなくなって、西成の、まあ、いわゆる日雇いの仕事なんかしたり、まあ、悪いことしたりとか、まあ、そんなことして、まあ、ホストクラブに入ります。でちなみに一時期結婚してて子供もいます。ですがホストクラブに、まあ、18か17ぐらいで入ってですね、で、まあ、離婚して、で、
先ほど言った小林小森のうちの小森と出会います。これでまあこの主犯格の3人が出会ったということです。で3人がまあ各々出会ってですね、1994年の8月ぐらいに、まあ、この3人とも、まあ、小森はすでに暴力団の射程だったんですけど、俺もぜひ暴力団を紹介してくれよと小森に頼みます。で小森がおっしゃ分かったほな兄貴分に合わせたるわということで兄貴分に合わせます。で、いわゆるこの兄弟の杯を交わすんですね。これがですね1994年の9月に入ってすぐぐらいの頃というふうに言われています。で一応この暴力団員40代の暴力団員なんですけども、一番兄貴分は小森お前やと、でその次小林、その次が羽賀であると、これは俺に知り合った順番やと、まあ、いうことですね。まあ、こう暴力団としての秩序を作りたかったと思います。なので小森が一応兄貴分となりますが、3人の中での力関係でいうと小林が、まあ、一番やったということなんです。で暴力団員はですね、お前らほんならあの部屋借りたるから、まあ、そこでお前ら暮らしとったらええわと、まあ、いうようなことを言ってですね、大阪市内に部屋を借りて、そこで3人が一緒に住むようになるんですね。ほんで、まあ、昼間はですね、まあ、カツアゲしたりとか、夜になってカツアゲしたりとか、まあ、ナンパしたりとか、まあ、恐喝したりとか、まあ、そういうことを、基本的には道頓堀とか、まあ、そういうところでやってたということです。正直ですね、あの頃のね道頓堀はね、僕もあの添右衛門町の方で、僕この人たちより1個2個ぐらい下なんですけども、ちょうど19、20歳ぐらいの時にそういう門町でバイトしてたんですけど、なかなかやっぱデンジャラスな空気感ありましたね。なんかよくほんまにオラーっていう声が聞こえたりとか、あと、まあ、僕も飲食店で働いてたんですけども、そこの店長さんがですね、いわゆるこのみかじめ料みたいなのを払わなかったということなんで、店内中にこうおしっこをまかれてですね、そのおしっこの匂い消すためにですね、僕らバイトがみんなこう水かけてですね、畳干したりとか、まあ、そんなことをしたのを覚えてます。まあ、そんなこう荒れたそういう門町なんかでカツアゲをしてたと、でナンパなんかをしてたと、まあ、いうことなんです。でそこで、一番最初の、まあ、事件が起こりました。で、最初の事件はですね、大阪で起こりました。で、道頓堀で、これがいつやったかな、9月の28日の午前3時です。なんかまあ夜中ですね、まあ、未明と言ってもいいんでしょうか。この道頓堀の方でですね、まあ、2人の男性にこの3人組が目をつけます。で、そこでまあなんかこうメンチ切ったとか切ってないとか、なんかそういうことでですね、まあ、いわゆる因縁をつけまして、26ぐらいの男性2人がですね、まあ、殴られるんですね。でこの時におったのは小林と羽賀やったということなんですけども、で、2人をですね、この自分たちがこう寝泊まりしているこの暴力団事務所に連れていくんですね。ほんで、この時に羽賀がですね、この今まで恐喝してたけれども、こいつらは働かして、で、その給料を俺らが取ろうやと、そっちの方がでかい金取れるやないかと、まあ、みたいなことを言い出すんです。で、まあ、暴力団事務所に監禁するんですが、まあ、1人は逃げます。で1人残った26歳の男性が監禁されたままですね、まあ、ベルトで殴られたりとか、ライターオイルを背中に垂らして火をつけられたりとか、あとはその火傷した部分にボールペンを突き刺すとか、まあ、そういう陰湿なリンチが加わりました。でさらにこう他の組員とかと含めてですね、まあ、賭け事なんかやってるんですけど、まあ、負けたら腹立ったらこの被害者を殴るとか蹴るとか、まあ、そういうことでリンチを続けていくんですね。で最終的に羽賀がまあ提案したこの無理やり働かしてお金をピンハネするっていうのはできなかったんですね。まあ、その業者にこういうやつがおんねんけどそっちで使ってくれへんかって言ったら、そんなことできるかと言われちゃうんです。ほなどうしようとなった時に、まあ、この
小林小森芳賀がですね、こいつどうすんねんと、まあ、いうことになって、最終的に殺そうというふうになります。で、被害者の首にですねベルトを巻きつけて、まあ、3人で引っ張りました。で、いわゆる窒息でこの26歳の男性が亡くなります。で、兄貴すんません殺してまいりましたと、まあ、いう報告を、まあ、兄貴分にするわけですね。46歳やったかな当時なら、まあ、捨ててこいということで、四国の高知の方に、まあ、遺体を運んでこう山の中に遺棄しました。で、まあ、これがあったのでですね、まあ、お前らちょっとしばらく大阪からどっか行ってこいと、まあ、いうことで、どこ行こうかとこれ3人相談しまして、で、愛知県の一宮ですね、この小林の地元に行きます。で、まあ、それ行くまでもですね、この一回松原小森の地元の方に戻ってですね、でパチンコ屋でですね、あのシビックを持った男性をですね引っ捕まえて殴ったりしてですね、お前俺の射程になれということで、でその人にの車で名古屋の方に行ったりとかですね、まあ、こう行く先々でもいろんな人を殴ってですね、こう金取ったりとかしてるんですね。かなり凶悪なグループやったということなんです。で、愛知県に行きます。で、金もあるし、まあ、しばらくこっちおらなあかんから、みんなでシンナーパーティーしようやということになりまして、小林のこの地元の友達、もともとシンナー遊びしてたけど仲間なんかを集めまして、いわゆるこうみんなでシンナーを吸います。その時に、一人の男性が小林のことを睨んでいたということなんです。で、この理由はですね、この男性はですね2つ3つぐらい、まあ、先輩やったんですけども、まあ、お付き合いされてた女性をですね、まあ、以前小林に、まあ、無理やり乱暴されるような感じで取られたと、まあ、いうようなことがあって、まあ、それを恨みに思ってたと、まあ、当然ですよね。まあ、その目線に気づいた小林がですね、お前何こっち見とんねんと、まあ、いうことで殴りかかります。で、さらに他のメンバーも一緒になって集団リンチに発展していきます。7時間ぐらい、まあ、殴る蹴るというようなことをされたとかですね、まあ、食べていた、スパゲッティがなんか食べてたんですかね、フォークで頭を刺されるんですね。さらにその頭刺したところをですね、醤油をかけられたりウイスキーをかけられたりとか、まあ、最終的にはこうシンナーをですね、まあ、体にかけられてそこに火をつけられて、ですけども体が弱ってるんで火をつけられても全く身動きができないと、まあ、そこまで凄惨なリンチであったと、まあ、いうようなことが言われています。で、まあ、こう 他のですね、まあ、シンナー吸ってた、まあ、女性とかもいたんですけれども、まあ、このメンバーで、まあ、車2台ぐらいに乗ってですね、木曽川ですかねの方にやってきまして、まあ、最終的にはその川っぺりのところにこの男性の遺体、まあ、その時まだ亡くなってなかったんですけども男性を放置して、まあ、最終的に死にいたし、殺してしまったと、まあ、いうことです。で、さらにですねこの3人はまだ懲りないんですね。まあ、懲りないというかそのまだまだ無軌道なこの生活を続けてですね、で、10月の7日になって、まあ、愛知県の、まあ、ボーリング場で、まあ、ボーリングをしていました。で、そのボーリング場にいた3人の、まあ、男性に今度は因縁をつけてですね、まあ、お金を取ろうとします。で、お前何こっち見とんねんと、まあ、いうことで、お前とりあえず車乗れということで2台の車に拉致します。で、もともとはお金を巻き上げてですね被害者を解放するつもりだったんですけれども、だんだんこう暴力が、まあ、ハードになっていく中でですね、またこいつらを殺害しようと、まあ、いうことになります。で、なかなかお金を、まあ、出さなかったというようなこともあってですね、この暴力がエスカレートしていくわけなんですね。で、エスカレートしたからそのなんていうんですかね、やりすぎたから発覚したらやばいということで、まあ、殺してしまうという、まあ、基本的にはこのスパイラルなんですね。こう犯行できたからめちゃくちゃ殴る、で殴りすぎたから発覚したら自分が捕まるから殺してしまうという、まあ、すごい安直で、まあ、恐ろしい考え方なんですけれども、最終的に、まあ、この2人を
まあ、パイプとか角材で、まあ、殴り続けて、まあ、殺害します。で、最終的に、まあ、木曽川に、まあ、放置しまして、この2人も殺害してしまったと、まあ、いうことなんです。ですがですね、このあとですね、この遺体がまあ見つかってですね、で、それぞれこれ少年たちが、まあ、逮捕されたということなんです。で、少年たちはですね、一審ではまあ、主犯格だった小林のみが死刑判決出て、小森と羽賀は、まあ、従属的、まあ、いわゆる子分みたいな状態だったんで無期懲役という判決が出たんですけれども、まあ、高裁で、確か全員が死刑となって、最高裁でも争われて、まあ、死刑が確定したということです。で、まあ、被害者4人いらっしゃいまして、その被害者遺族はですね、この、まあ、こういった事件が二度と行われないように、講演活動なんかをやっていると、まあ、いうことです。で、先ほどもちょろっと言いましたけれども、フライデーがですね、この3人、小林、小森、羽賀のうちの、まあ、小森と面会してですね、これがですね、いつの記事だったのかな、とにかくこのジャーナリストの、青山修さんですかね、あのサンデーモーニングとか出てる人ですね、あの人がこの小森と、あ、ごめんなさい、青山さんじゃない、あの青木修さんですね、ジャーナリストの青木修さん、がですね、この事件をまあ追ってましてですね、で、この小森と、まあ、実はもう名字は変わってるんですけど、まあ、面会しまして、まあ、その時の写真をまあ撮ってまして、で、この死刑囚の写真をその公開するのは、まあ、実はこう法律で禁止されているということではないんですね、まあ、ですが、まあ、拘置所 の、 あの所長がですね、あのその撮影は禁止だよと、まあ、言ってるんですけれども、まあ、それを破って週刊誌に載せたということで、まあ、議論になったというような、その後の顛末はあります。まあ、そんなとこですかね、うん、はい、今日はですね、1994年平成6年に起こった、大阪、愛知、岐阜連続リンチ殺人事件についてお話ししました。で、なんとなく雑感みたいなところなんですけども、これ94年ですね、僕も40代半ば、この犯人グループの1個か2個下ぐらいなんですけど、この頃って僕はそんなに気づいてなかったんですけど、むちゃむちゃ景気悪かったんですよね。いわゆるまあ就職氷河期っていうのが初めてやってきてですね、で、まあ、バブルの崩壊して、その銀行がこうバタバタ倒れていくというような、まあ、そんな時期でして、なんとなくイメージではですね、あのミスチルが流行ってたりとか、ウルフルズが流行ってたりとか、まあ楽しくは暮らしてたんですけども、まあ何ですかね、世の中がとにかく不景気で、まあそれで、まあ、結構荒れてたと、世の中的に荒れてたと、まあ、いう部分もあるのかなというようなことは感じてます。で、実際この小林、小森、羽賀はですね、今も死刑囚として、まあ、収監されてるんですけれども、まあ、それぞれが、まあ、死刑を反対する団体ですねの支援を受けてですね、まあ、なんとか死刑を回避するというような活動を続けています。で、死刑に対する、まあ、是非みたいなところっていうのは、正直まあ、僕は死刑はあってもいいというふうには思ってるんですが、正直この小林と小森と羽賀が全員同じ死刑っていうのはちょっとちゃうかなとは思います。まあ、何が言いたいかというと、この主犯格の小林っていうのが、まあ、いろんな記事とか見てますとですね、まあ、明らかに凶悪です。で、特に小森はこうそれについていったみたいなところなんで、全員がまあ一律に死刑と
いうのはどうなんかなというのはちょっと思います。起こした事件はとても凶悪で凄惨な、まあ、暴力と殺人です。まあ、ですが全員が死刑っていうのは少しちょっと、まあ、クエスチョンがつくところが個人的には感じます。そんなところでございました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。